おはようございます。ふうちゃん何にするの？今日はね、現地5日目の朝ね。昨日はちょっといろいろとねハプニングがありましたが、今日はね、ちょっと足を伸ばしてニキとヨイチに遊びに行きます。うん、ちょうどねニセコからね5号線を北に小樽方面に向かって、小樽の手前、ニキはフルーツが有名なの。そう、ニキはねロードみたいなのがあって、うん、サクランボとかも有名で、まあ、ヨイチもそうだけど、ヨイチはでも日課の、あ、そうだね、日課のウイスキーがあったり、あと海がもう近いから海産物が有名だったり。じゃあとりあえずね、これからペイジを山に連れてって、ちょっと遊んで朝ごはん食べてから出発します。ペイジスタンバっちゃってんじゃん。うん、スタンバってる早く連れてけよ。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ行こう。朝着いた。ペイ、ペイ上まで上がれたの？来たよ。疲れた、めちゃん。はい。山だとさ、疲れるよね。まったいらんとこじゃないしさ、めちゃん。びしょびしょだよ、お前これで。ダメな。何なのその顔。ペイジのよだねこれ。もうペイちゃんがさ食べちゃったから。お前ダメだよ。トマトがさ1個しかなくなっちゃった。そういえばね、ただいまのバッテリー残量は 98%。いやだからもうほぼほぼ常に 100% なんだよ。ちょっと移動してはすぐ 100% だから。うん、ほらペイジ見て、ほらほら、こっちか。トモくんがちょっとさ、かじったらくれるかもよ、ペイちゃん。トマト、だってペイジが食べた後、種が飛ぶんだもん、トマト。いけばいいよね。その後、ペイちゃん自分で種舐めてたもんね。何度やってペイジじゃなくて、お前がびっくりしてんじゃん。何度やってもびっくりする、これいいね。焦げ色4だとさ、焦げが足りないね。やっぱ焦げ色5の方がいいわ。これダメな子です。次回から焦げ色5にする。大好きに。どん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 トマトに近づいてきてますけど、それダメです。なにべ、ヨーグルトの匂い。もうヨーグルトも味しちゃってるからね。美味しい匂いがするの。でもお前これさ、舌入れないからさ無理じゃん、ほら。頑張って入れます。じゃあこの蓋についてるのもダメな。ほら甘いからね、それ甘々ヨーグルトだよ。甘いね。天気もさ、雨降らなそうだからさ、やっぱどうせだったらさ、シャコタンまで行っちゃおうよ。うん、でシャコタン行ってぐるっと回ってニキヨイチって行けばいいでしょ。逆か、ヨイチニキか。うん、なんか電車、撮り鉄たちがなんか来んのか、箱だと思う。 SL? あ、SL かもしんない。あ、やってない。え、なんで。あ、トンネル持ち、まだ時間があれなんだよ。そうなのかな。ちょっと待ってよ、トンネル来るんじゃない。トンネル来るんじゃなくて、トンネルじゃない。SL でしょ。うん、小沢駅、あっちの走って。あ、すごいよね、函館本線。そうやってさ、そこのさ、トンネル持ちって昔 SL が通ってた。今も週末だけしか通ってないけど、ここでスイッチバックしてたんだよね、昔。あ、そうかそうか。確かに。そのここね、トンネル持ち小沢名物っていうのがあったんだけど、今やってないのかな。
やってないんだよね。でも前もさ、結構な年配なおじいちゃんおばあちゃんだったからね。うん、トンネル町。トンネル町、まあ、ただの巣穴なの。白いね。でも俺巣穴大好きだから。そう。トンネル餅食べたかった。2、3回買ったよね。うん、まあいいよ、しょうがない。泊まり、もうすぐ泊まり。泊まりはね、泊まり原発があるところ。今稼働してないんだよね、泊まり原発って。そうなの、わかんないけど確かそうだった。でもすごい綺麗なんだよね、確かに。海とかね、北電泊まり発電所、海見えてきた、ほら。お、来た来た来た、ほら、綺麗なんだよね。オスコイかもえない。これが道の駅。道の駅。なんかいるやつ。怖。マスクもして。怖。何これ。流木で作ったんだ。あ、そうだ。すごい。怖い人。磯の香りがすごいね。磯の香りする。特にでも何が売ってるわけじゃないんだ。俺もトイレ行こうかな。ニシン街道だって。あれが神井岬だろ。多分。モアイ像みたい。カムイ。何これ、時間じゃない。時間じゃないでしょ。ちょっと一回見てきて、トム君。あ、残念。カムイ岬ここからなんだけど、9月5日熊出没のため通行止め。昨日。9月4日。うん。うん、あ、4日？5日。5日？嘘でしょ？うん。通行止めだって。残念だね。怖っ。まあいいじゃん。空いてて行って熊に襲われるよりいいよ。ポジティブだね。うん、じゃあいいよ、さ、食べよ。さ、うん、とりあえず食べよ。うん、はい、ここでね、ちょっと。生ウニ丼を。ここはね、多分ね、初めてシャコタン来た時で、ここでね、確か食べた。そうそうそう、ここ、うん、でしょ、来たことある。うん、これ、生ウニ丼にしました。はい、ウニ丼、ご飯が見えません。愛は何、愛がウニ丼、多分取れたてだからすごい、うん、磯の味がする。あ、そう。うん、あ、食べてみ、うん、どうですか。うまい。濃厚。磯の味。やっぱ来てよかったね。どうでしたか。生うん丼。テイクアウトできなかったけど、誰もいなかったから。誰もいなかったね。はーい。どうしようかね、この後。この後、うん、だからいいじゃん。2期まで行こうよ。そうしようか。2期じゃない、余市まで。シャコタン行けなかったからね。余市のスペースなんちゃら。ね、アップル。あ、フルビラでタラコ買ってくって言ってる。いいね、それ。近海タラコだって。明太子もあるね。明太子もあるし、なんかさ、うん、タラコ山わさび漬けとか。いいじゃん、ここで。タラコの醤油漬け、明太子、からし明太子。あ、いっぱいある。あ、でもこれやっぱさ、タラコでいいからさ、いい味じゃなくて。冷凍しないとダメなの。冷凍で家に直接送ればいいでしょ。送れる？送れるよ。はい、はい、お願いします。ここが、そうそうそう、これが温泉。そうそうそう、宇宙の温泉。あ、ここ行く？今日も行く？うん、あ、いいよ。毛利さんがね。毛利さんの温泉。そう、毛利さんのお家の人が、うん、元々温泉かなんかやったの。そうなの？本当？毛利さんの実家、あれ実家かわかんない。お、来た来た、懐かしいここね、俺初めて来る。絶
違うから。いや、本当だよ、一緒に見たじゃん。これかスペースなんだっけ、スペースアップル、スペースアップル与一の、これが道の駅なの、道の駅で毛利さんだった、うん、じゃあ中見てみる。休館って書いてあるダメじゃん、やってないよ、残念。じゃあ行こう、宇宙桜ぐらい見てく、あのどれ、どうしようか、あそこに行こう、ニキファーム、うん、ニキファームって別にフルーツファクトリーね、ニキファームっていうかフルーツファクトリー。で何があるの、シェイク、え、シェイクを飲むの、シェイク飲みたいな、何シェイク、いろんなシェイクがある。じゃあここ、うん、行きたかったところ、オッケー。俺やっぱここも初めてだよ、来たことないよ、来たことないかもしれないけどこれも食べたことあるはず、うん、どれ、これ、うん、もう食べたことないね。あるよ。ない。いちごカップケーキを2つ。うん。以上ね。ありがとうございます。何が微妙なの？うん、味が。洋梨っぽくないな。いや、ほら、ジェラートみたいなのをイメージしてる。ジェラート？ね、ニセコでジェラート食べて、洋梨ジェラート食べたじゃん。洋梨の味しかしなかったじゃん。でもシェイクって基本的にミルクの味が濃いじゃん、うん、いやちょっと、まあ、想像してたのと違う。ああそう、行こう。じゃあこっから何分、ああキノコ王国来た、キノコ王国、キノコ王国ってさ結構あるね。そうするとココトルスとあと大滝、私の話聞いてた、確かに、キノコ王国いっぱいあったのに今、うん、2期と大滝しかなくなったって言ったじゃん、うん、ルストなくなったの、そうなので、あれは何、試食目的だったっけ、試食しかないじゃん、そうなの、キノコ汁が有名なんだよね、あ、キノコ、あ、超安いこれ、安い、じゃあさ、まあただのお土産屋でね、そうだよ、ちょっとじゃあ俺はペイジかわいそうだから車の中で待ってるね、よしペイジ、じゃあ一緒に待ってよね、待て、よし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 、はあ、とりあえず行ってみようよ、うん、先にあさり公園目指していいわけね、だってペイジ遊ばしてからお風呂行った方がいいでしょ、うん、うん、左、左行って、まもなく左方向あさり駅方面です、あ、待ってよ、バーベキューしちゃっても、この先目的地です、ルート案内を終了します、運転お疲れ様でした、トイレがないし、え、トイレある、え、まさかのあれがトイレじゃないよね、あれトイレ、あれ小屋でしょ、え、なんかもう一個駐車場あると思うんだ、あさり川公園、なんか人多いんだよね、そうなんだよ、このアサリ川温泉はこっちなのね、アサリ川温泉スキー場のあたりでもいいんじゃねえか、分かんないけど、ちょっと行ってみようか、だからとりあえずさ、もうアサリ川温泉は全然シャチハクできるような場所がないから、道の駅赤い川に今日移動しよう、北海道なのにやっぱ街に来ると全然ダメだね、シャチハクスポットないね、いかにニセコがさシャチハク天国か、霧が立ち込めて、でも霧は見えないね、霧が、あ、もう道の駅行きますか、え、ちょうどあの信号のとこなんだ、あ、そうなんだ、え、じゃあ新しくできたんじゃない、前なかったよね、すごい、すごい広いじゃん、うん、もういいじゃん、ここ、うん、すごい、こんなのできたんだ、で、ドッグランもあるんだっけ、うん、確か、確か、こっちは何なの、こっちもトイレ、どっちでもいいの、いいんじゃない、トイレはこっちでしょ、うん、この先何があるんだろう、この先、
目的地です。ルート案内を終了します。そこトイレなんだろうね。運転お疲れ様でした。わかんねえ、真っ暗だ。このさ、夕日は撮れてるけど近くは多分映ってねえな、これ。はい、じゃあ今日の夜ご飯は、簡単だよね。さっき夜市の道の駅で買ったお刺身と、うん、柿崎商店だっけ。そうそうそう、柿崎商店。さっき映すの忘れたけどね。あ、そうだね。夜市さんのヒラメと、ヒラメと粒貝。あ、そうそうそう。で、それとあとこれがニセコさんの知り合いの農家さんにいただいた、うん、インカの目覚め、糖度の高いジャガイモね。そう、黄色いね、うん、中開けると黄色いやつ。これで、でこれをジャガバターで、北海道の人はさ、なんだっけ、イカの塩辛で食べるっていうから。あ、それもいいね。とりあえず2個ぐらい。あ、でもこれちっちゃいからインカは、うん、だからこれ2個でちょうど1個分ぐらいでいいんじゃない。5分やる。うん、はい、スタート。うん、飛ばないの。電気とか消した方がいいんじゃない。うん、大丈夫大丈夫。本当？うん、今何ワット？あ、今何ワットか見て。今どうせ700ぐらいでしょ。ワット？うん、右下に書いてある。290。あれ全然余裕。96%。うん、22アンペア、うん、スタートします。いいよ。 96%。 まあそれはそうだよね、今日ずっと車運転してたからね。うん、 96%、 うん、これが与一さん、与一さん粒と、これも与一さんのヒラメ。いいじゃん、いいよ。開けます。どう、やりすぎかもしれない。あ、ちマジ、そりゃそうだよ、気をつけて。これじゃあゆっくりさ、ともか開けてみて。マジで俺やけどするよこれ。すごい熱い。でもホクホク、すごい黄色い、インカだね。おお、すごいインカ、うん、美味しそう。バター乗っけて、じゃがバター。うん、あ、インカ美味しい。バターの味があるでしょ。うん、うん、塩もうちょい振った方がいい。うん、どう、いいんじゃん。シンプルだけどね。さっきアイがキノコ王国で買ったんだよね、これ。うん、おいしそう。餃子ニンニクと焼きニンニクの舐めだっけ。そう、うん、はい、いただきます。お疲れ様でした。うん、あ、おいしい。粒すごい量じゃないそれ、うん、こんな粒いっぱい。一番少ないやつなのこれ。うそ、うん、コリコリじゃん。おいしいね。おいしい、おいしいだ。もう粒いただこうね、粒ね。うん、うん、ほんとだ、コリコリ、はい、おいしいね。うん、じゃあ、うん、今日はご飯が酢のおかずだな。うん、じゃあすぐ起きるね。うん、ミキで買ったさ、ケーキがあったじゃん。シフォンケーキね。ね、昨日もあったしさ、ちょっと食いすぎじゃない。これはさ、日持ちするからさ、うん、ちょっとさ、寒くなってきたね。 FF ヒーターつけました。よし、大丈夫。そこあったかい風出てくるけどさ、どかした方がいいよ。ねえ、姉ちゃんかわいそうだから。暑くなったら毒でしょ。ペイジーペイジー、それ2個も食べないでしょ。食べないよ。ああ、これね、今日のなんだっけ、あのフルーツ、ミキファーム。じゃあこれいただいて、これ食べて、まあ結構まだ時間あるけどね。とか映画かなんか見ようよ。うん、映画かテレビか。そうだね。何見てんの。うん、ドラマだよ、1週間目。あ、なんか寒いとかないといけないじゃん。じゃあそろそろ寝る。まだ寝ないよ。うん、俺はじゃあ先寝るよ。じゃあね。はい、おやすみなさい。おやすみ。